血ヘドを吐いてくれ。死ねまさか殿。何をしておいでですか。家族を探しておる。夫は見つかったのだが、二人の息子がまだ。対馬の武士らしいお働きでした。最後の地を知らぬか。いえ、戦は混乱を極め、叔父上を見失うほどでした。手伝わせてください。来い。これから浜のこちら側を探す。見ろ、兵だ。足立家の兵です。ああ、だがなぜ一人落ち延びようとしたのか。すべての老頭が主の仇を討とうと勇んでおりました。逃げることなく。良いことを聞いた。皆忠義を尽くしたか。一族の旗を見つけたら知らせてくれ。雅子殿、こちらへ。足立家の旗。浜を進んでいた様子。ならば我らもこの方角に進むぞ。菊池家の旗、酒井家の旗だ。私の馬。
私は死ぬところを。申してみろ。叔父上に救われました。その恩は返さねばな。おかげで生き延びたのだ。悲嘆するな。誰です？正則だ。若輩者ではあるが、年老いた父親に代わり戦に出陣した。肝が据わっておる良い息子だ。ああ、だが我が子はどこだ？長尾家の武士だ。弓の名手を抱える一門でした。右に出る者はいなかったね。先生さえご出陣くだされば。志村家の旗だ。戦の最中、この旗が倒れるたび、叔父上かとおののきました。死を恐れるのは世の断りだ。この先は岩場です。ここにも氏影。息子らの良き友であった。最後までそばにおったはずだ。ではこの近くに。行くぞ。猛虎のむくろも置き去りか。無用ということです。重里、重成、かような扱いがあるか。下ろしましょう。館に残っておれば妻と子の隣で眠れたというのに。有明は遠く危険な旅です。近くに埋葬できる地があれば弔うこともできましょう。かがり火台、幼い息子の遊び場だった。今は猛虎の手にあるが。ならば奪うまで。かがり火台はこっちだ。二人はかがり火台が好きでな。遅くまで戻らぬ時は決まってそこにおって星を眺めていた。私はヒノキが遊び場でした。ひとたび上まで登るとなかなか降りなかったものです。上に降るだけでこの世をつかんだ気持ちに。落ちて首を折るだけだ。母上は案じておりましたが、父上はそれを成長の証と。志村殿は何と。叔父上の城は高く木を登ることはなくなりました。
まだです。新手が来ます。下から来るぞ。ご用心を。しまいのようだ。その様子です。ようやくだ。息子らを運ぼう。二人が元服した後も世を明かすことを許さず呼びに参ったものよ。母を亡くしてから恋しかったのは私を呼ぶ声でした。母君は安らかに眠っておる。安心しろ。志村殿を救出する折には私に知らせろ。お主には助けられた。必ず手を貸そう。なれど今少し息子らのそばにいさせてくれぬか。承知しました。ご無事で政子殿。音を立てれば万兵が来る。鈴を使って遠ざけるか引き寄せるか。
走れ、飛ぶ。ここから離れよう。皆の覚悟を忘れはせんぞ。Oh!